はようございます。から農園です。イエーイ。今日は消毒をやります。イエーイ。こちらですね。消毒取ってます。イエーイ。キャベツですね。キャベツ防除します。今日はこの豆腐です。今日使用している農薬はこちら、ソタール WDG。 インカメなので文字が逆ですね。え、写ってます？え、なんで？あ他にリゾレックスなどもありますが、このソタールとの違い、このソタールにはリゾレックスが入ってます。まあ、理由として使い分けは、台風が接近しています。そこでこの映ってるかな、インカメ初めてなのでちょっとやりづらいですね。キャベツ、作物名キャベツ、軟腐と株腐れ両方対応してます。一方こちらのリゾレックス、これはこちらキャベツ、キャベツ、キャベツはあるかな、見えるかな、見えてるかな、はい、こちらキャベツ株腐れ病だけになります。それの強化バージョンがソタールです。この中にリゾレックスが入っているんですね。ということで台風が来るといろいろな病気が発生しますので、このソタールに切り替えました。これが殺菌剤、それプラス殺虫剤ですね。虫も多くいますので、はい、いつも毎度おなじみのフェニックス顆粒水泡剤です。イエーイ。こちらはキャベツですね。キャベツ的作物が、キャベツですね。はい、見えてるかな。キャベツは、はい、いつも通りの害虫です。たくさん登録されてますね。うちは2000倍でやってます。今防除したいのは、大タバコが、粉が、ハイマダラの名がハスモン与党です。それでちょっとですね、このフェニックスだけでは粉が心配なので、プラスリーフガード入れてます。こちらはキャベツですね。同じように粉が入ってます。とても効きます。それプラス今アブラムシがたくさん飛んでますので、こちらに登録アブラムシ入ってます。まあ、他にですね、粉がにがいないような時期でしたら、これではなくてフェニックスプラスアドマイヤーですね、フロアブルを足してアブラムシですね、防除してます。そして粘着剤なんですけれども、今回は、フロアブルを使っておりませんので、台風前アグラ少しのり代わりにですね、強めに粘着剤アグラを使ってます。はい、こちらも防除していきます。こちらの圃場は品種が朝塩キャベツです。収穫が12月末ですね。定植したのが9月の過ぎてからです。前回の被害が多かった台風の翌日に植えました。その時は雨はあまり降りませんでした。風がすごかったです。ということで雨が降らなかったということで、ここは、高い圃場畑だったので、すぐに翌日に苗を植えることができました。ちょうど忙しかったです。ただ植えてこの夕方ですね、台風の翌日の夜、夕方から夜にかけて
かなり長い間大雨が降りました。見た感じですね、パッと見た感じ大丈夫そうに見えるかもしれませんが、その爪痕をですね少しだけお見せします。ここら辺どうでしょうか。あの辺りが株がなくなってますね。ちょうど微妙に、一応レベラーかけてるんですけれども、微妙にあの辺が低かったので、あそこから水が溜まって、全体的に溜まった水がこう抜けたんですね。はい、そしてここから下の圃場になるところですね。こちらは台風の翌日には植えることはできませんでした。こちらの圃場よりもこちらが低かったので、台風のちょっとした雨でもこちら濡れていました。で、全自動移植機で耕した後に移植、植え付けをできなかったのと判断したので、これは翌日に回そうと思って、台風の次の日に植えられなかった。だから翌々日ですね、台風から3日以降に植えたものですね。そんなに差は開けませんでした、こちらの圃場とこちらの圃場ですね。ということで、ここは大雨に流されなかったから苗が1本も結果部がありません。 100% ですね、活着して苗が揃ってます。ただレベラーかけたんですけれども、植える前の雨がかなり降った爪痕がやはり残ってます。ここら辺ですね、ちょっと画像じゃわからないと思うんですけれども、ちょうど先ほどの流された水の通り道、まっすぐここに向けてですね、ここに流れていったんですね。そして奥手の向こうの奥側、ずーっと向こうですね、500メートルぐらいあるんですけれども、あちらの低い田んぼの方に流れていきました。ちょうどここがくぼんでます。画像じゃちょっとわからないと思うんですけれども、このようにデコッですね、くぼんでます。こんな感じに流れていってますね。なんかちょっとこの辺が跡がついているのが分かりますかね。苗の形がちょっといびつになってますよね。向きが揃っていない、こんな感じで流れてきましたね。でも雨の後に定植したので、苗自体は流されてませんね。で、その裏に見える向こう側ですね、向こう側は、あれは先週にですね植えたものです。あれが一番最後のキャベツになりますね。ぐーっと奥から順々にですね植えてきました。まあこの辺はですね、今まであまり撮影でお見せしてなかった、ところですね。いつも株を植えたりほうれん草をまいたりしている時も、毎日ですね昼間日中はキャベツを植えてました。で、ようやくキャベツが終わったので、追肥を順番にですね、してきてます。それプラス防除、殺菌剤などを使ってやってます。ただここの圃場はまとまっていますので、まあ、ちょっと点々と、よその畑も間挟んでいるんですけれども、ぐーっとですねだいたい1キロ四方にある圃場になります。合わせて、6ヘクタールですね、60単ですねあります。これを順番にやってます。ただうちの圃場からかなり距離がありますので、ハイクリーブームが持ってこれません。ということで、この、銅粉をですね、使って防除しているというわけですね。はい、あ、もう一つ最後にですね、これ追肥してあります。下ですね、粒白っぽいの見えるかな、白っぽいものは、追肥用ですね、化成肥料がまいてます。有機質、複合肥料ですね、これが、散布してあります。で、これは防除してからですね、うちの方は土
寄せ、中耕除草するようにしてます。まあ、それも使い分けですね。どちらを優先するかということで、今日はちょっと台風が心配になってますので、先に防除する、いつ何が起きてこの防除がやりそびれてしまうこともあるかもしれない。土寄せ、追肥などはいつでもできます。ただ防除はですね、タイミングを逃して台風が来て病気などが発生してしまう可能性がありますので、まず先に防除ですね、全面にやってから、でその余った時間で追肥、中耕除草でも、一応肥料だけはですね、タイミングは逃せませんので、肥料だけは撒いておきました。あとは管理機を走らせて土寄せをするということですね。いい感じに草も抑えられてます。ところどころですね、草生えているんですけども、フィールドスターニューザーですね、約1ヶ月間近く防除できてます。で、定植した時に使ったジュリボフロアブルとダコニール1000で殺菌殺虫で防除できてますね。はい、ということで、これからこの防除機を使ってですね、銅粉を使って、約算ですねしていきたいと思います。今日は、キャベツの補助化ですね、撮影になりました。イエーイ。じゃあまた逃げてる。じゃあまた、バイバイ。